はい、沼田君です。プロスピースやっていきたいと思います。ということで今回は、こちらですね、プロスピ応援団の方が、まあ無事終わりましたので、こちらのね最後の報酬の、スラン契約書を引いていきたいと思います。で今回ね2000万エールだったかな、累計1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1000万じゃなかった、2000万エールで、S ランク契約書がもらえるということで、僕3000万と勘違いしてて、3000万までやろうとしててこう頑張って走ってたら2000万でもらえて、あれ2000万かみたいな感じでもらえて、今回早く終わりましたっていう感じです。で、途中でもらえるあの A ランク契約書とかは自チームでは引かずに、自チームのやつは引かずに普通のやつだけ引いて、金本選手が1枚出たので、まあ一応原突1回は進むんで、でまあここでね狙いの選手出なかった、狙いが出なかったら、まあ金本選手で自チーム引いていこうかなと思ってます。で、まあ狙いはちょっと考えたんだけど、五十嵐選手が結構ね一気に極みいけるし、中継ぎもちょっと1人欲しいなと思ってたんで、まあちょっと欲しいかなっていう感じかな。まああとは本当内野かな、先発だよね、内野手かやっぱ投手かなっていう感じだね、やっぱり。まあ、ただ投手も佐藤選手とかね、スタミナ型だからできれば吉川選手とか球威型の投手が欲しいですね。松井和夫選手も欲しいね、うん、っていう感じです。はい、まあ早速引いていきましょうか。まあ今回に関してはまあまあ出なくてもまあ仕方ないかなとは思ってます。まあ基本的には誰が出てもまあ仕方ないかなって仕方ないというか、まあいいかなっていう感じ。金本選手だけはちょっとなしで、かぶりだけはちょっとなしがいいかなっていう感じです。まあ被ったら被ったで、まあ幻突させるとは思うんですけど、まあちょっと被らないでほしいなっていうのが要望です。被んなければまあ誰でもいいかなっていう感じです。特にめっちゃ欲しい選手がいないんで。さあ誰ですか。おお、福田選手か、ファーストだよね。はい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 、悪くはないんじゃないかなという感じかな。ファーストだって今山田選手か。あ、でも、そうか。そうなってくると、まあ、守備はね、C だったような気がするんで、あ、間違えた。悪くはないと思うんだけど、そうかな。そうかな。というか、そうか。84、73、60。能力すごい、普通にいいんだよね。ファーストで、ちょっと使うかは、ちょっと考えます。幻突次第かな。まだ現役だから、A ランク出る可能性もあるよね。で出てんのかな、そう、そもそもわかんないけど A ランクで、ちょっと見てみましょうか。まあ、そういう点ではありなのかもしれないね。間違えた、なんで西山クーラ選手は去年は確かあれでね、アニバーサリーかなんかで出てるんで、ね、出てないね。やっぱ出ないかな。どうなんだろう、今後出るのかな。B とか C とかでは出てるのかな。ファーストでちょっと絞るか。ファーストで、ああ一応 B ではいるということなので、まあ今後出ないこともないかな。まあ出る可能性あると思うので、まあそこで幻突できたら使うかなっていう感じかな。まあ今回はちょっと A ランク自チームの方に関しては金本選手で、ゲットしようかなと思います。一応1枚もゲットできて、自チームで2枚追加できて、ゲント3回までいけるんで、まあ、コーチ使うか使わないかちょっと迷うんですけど、まあ、一応あの金本選手をゲントさせて、オーダーには入るかな。ゲント3回したら多分2600か500は最低いくと思うから、うん、だから500いって2500のやつと変えるかなっていう感じかな。うん、まあそれでスピリッツはちょっとは上がるかなっていう感じですね。はい、ということで、まあコーチの使用するかしないかに関してはちょっと、もうちょっと吟味しようかなと思います。限界突破コーチ付き10連スカウトの方もね、後日聞きます。明日か明後日ぐらいに多分動画上げるかなと、まだ引いてないんだけど上げると思いますので、そちらの方もよかったら見てください。限突コーチが据える3枚になるんで、ちょっとそこで考えようかなと思います。はい、ということで、皆さんの、閲覧契約書の結果もよかったらコメント欄に書いていってください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。あと、ちょっと軽い告知、まあ、パープロ2018が発売されて、一応僕も、Twitter では言ったんですけど購入したんで、まあ、なんかよかったら、してほしいことあったらコメント欄に書いていってください。まあなかったら別にいいですけど、まあ適当にもしかしたら実況またね、2017はほぼしてなくて16はしてたのかな17にアップデートしたけど全然やってなかったと思うんですけど、よかったら
なんかやろうかなと思ってるんで書いてってください。まあ、なくても、自分でなんか考えてやるかもしれないです。ということで以上、たくみでした。じゃあね。